こんにちは、サボチンです。今回はこちら、ミルキーはママの味。一つ食べたら止まらなくなるぞ。前にコロンと落とそう。100円2回なんですけれども、これ一体どれくらい落ちるのか、10回で何個取れるのか、やっていきたいと思います。500円ですね。それでは100円目。結構ね、もう手前取られちゃってるんですけど、こういうものは手前が重要です。手前をやって内側にこぼれるのもゲットしていきたい。あ、でこれで50円分。わお、果たしてお得なのかそうでもないのか、あとでね、100円で何個か調べたいと思います。お、初心者必見ブースです。ここ、さあ、うまい感じに入れば、うまい感じに入ればめっちゃ取れそうなんだけど。さあ、100円メロン2回目ドン。ちなみに100円で何個取れたのか見ていきましょう。お、結構取れてるんじゃないかと。6、7、17個っす。100円目で17個。200円目いってみましょう。だん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 取れなくなっていくんですよ、きっと。はい、続いては同じところ、一番ここはね盛り上がってるんで。お、少ねえ。2個だよ。もうちょっとほじれないのかな。来た。ゲットオンもしなかったっす。うわー、そういうことね。じゃあちょいちょい左寄りで、ほっ、アームよ、いけ、いい食い込みが起きれば。うわ、200円目全然取れなかったね。200円目5個です。300円目、もうちょっとね、エアリーなところを狙っていきましょう。ここならふさふさしてるんで、アームが食い込んでくれるはず。いけ、左アーム。うわ、全然だ。あれ、最初の1、2回は最初の1、2回で出落ちパターン3つ。あえての奥行ってみる。はい、ここが一番奥っす。いいよ。おお、いい感じ、いい感じ。あ、なるほどね、いい感じですよ。 OK。 300円が終わりました。いや、あと10個。わー、400円目。400円目の7回目ですね。で、今やったところなんかいけそうなんで、もう一回攻めてみます。ちょうど開いたところに地面が見えるんだよね。あー、ちょっとガッてなっちゃったかな。うわー、3つ。すごい綺麗に黄色だけ。そう、いやー、もっと食い込みたいね。じゃあ今のところもう一回ちょい手前で。はい、いいよ。初手が大切。ほら、いった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 。 OK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 。 ナイスー。400円目は9、10、11個でした。さあ、ラスト500円目。なんとなく分かってきたね。今度一番右行きます。右手前、ここが一番右っす。ここ一番手前っす。いいね、この食い込み。そうでもねえな。何すかそれ。ゲットオンがしないと虚しいね。どこがいいかな。極力エアリーなところがいいんだよね。左へ、左の上段、ここ、食い込め、食い込め。いいよ、めちゃくちゃいい。いいっすね。はい、500円目で、いやー、とうでしたね。はい、
かがだったでしょうか。ミルキーはママの味取り放題500円で、まあ、大体アベレージ10個でしたね。以上、初心者必見ブース、ミルキーはママの味取り放題でした。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。取れる楽しみプライスです。プライスです。美味しゅうございます。硬い派、柔らかい派あります。これは硬い派です。硬い派。